Android スタジオをアンインストールする方法。なんか例えば、わからない。Android スタジオがうまく起動しなくなっちゃったとか、Android スタジオのこう再インストール、もう一回入れ直したいなって思った時にやるのが Android スタジオをパソコンの中から消すアンインストールなんですけど、Android スタジオのアイコンをゴミ箱にポイってしても、内部的に入ってるものが全部消えきらないので、そこまで綺麗に消す方法っていうのを今日はやります。で、やるにあたってちょっと動作状況がわからないので、念のためにコマンドを押しながら Q で Android スタジオを完全に終了させた状態でやりましょう。これは私がやり方を覚えてないので、自分が以前書いたやつを、どれだ？どれだ？どれだ？これですね。はい。これをやればいいと。ターミナルなどで。はい、ここに書いてある通りやってみましょう。これを一個一個コピペして、ターミナルっていうのは、これですね。これに、これ立ち上げて、私今もうこれをそのままただコピー&ペーストコマンド C でコピペしただけです。これで貼る、リターン、一個一個やっていくだけ。コマンド C、 はい、貼る、コマンド V、 リターン、いいよ。以下同文みたいな。これで全部やると、まだ4個目だよね。時間かかってますね。はい、消えた。よし。これで最後。嘘嘘。これもやらないと SDK のツールはって書いてあるよね。SDK のツール。すいません、思いっきり忘れたんで編集してます。前のとつながってないけど、画面が。ここまでのやつはこの上でやってて、今最後にこれ1個やりました。で、この状態で今 Android スタジオ消したのにここにあるじゃないですか。これやってみよう。はい、ハテナないですけどそんなのみたいな感じになってくれます。で、あ、なるほど。自分がやったソースコードは残るのかもしれない。でも危ない。普通の人はここに Android Studio Project っていうフォルダが、ここの自分のホームディレクトリのこことかにあると思うんで、もしかしてそこにあったりするとソースコードも消えちゃったりするかもしれないです。はい、以上。次回は英語でお会いしましょう。